若葉雲族オキシテートは、カニグモ科の属の一つである。カニグモ科としては異例に腹部が細長い。体長がメスで7から15ミリメートル、オスで6から11ミリメートルと、中倉の雲である。生きている時は、全身がほぼ黄色から緑色で、それ以外に特に反毛はない。胸部は扁平で、剛毛などはなく、背甲は縦長で、長さが幅より大きい。 目は比較的小さくて、個々の目の大きさの差も小さい。前後4個ずつ、2列8眼があり、中眼域は縦長。カニグモ科のものは、廃校の目の周囲が盛り上がって、目球を作るが、本属のものでは、側眼の目球が互いに離れている。また、目列は、前後ともに5曲、つまり、中眼より、側眼が後ろ側にある。額、つまり、 肺校の前眼列の部分は前中間中への長さの2倍以上の幅がある。上あごには歯がない。下唇は長さが幅より大きい。ふわしの先端には年季による末端毛束が発達しており、これによってすべすべした面も容易に歩くことができる。第一脚の形節の覆面に3体、足裏節の覆面に2体の差しがある。腹部は死ゆともに、 カニグモ科としては異例に細長くなっており、長さが幅の2倍以上ある。また、腹部の後半部に関節が並んでいるように見える、段差が連続してあり、偽関節と呼ばれる。この角節の後ろには長い毛が体をなして生えている。東南アジアからアフリカにかけて分布し、23種が知られる。日本からは以下の種が知られている。この2種はよく似ていて、 区別は難しいが分布がはっきりと異なる。これ以外については属についてはカニグモカの属一覧を含まれる種についてはカニグモかの種一覧を参照されたい。以下、種として小野編長 P506 ありがとうございます。